歴代の使徒たちが飾られし、壁画の前を新たな伝説の候補たちが駆け抜けていきます。注目の先行争いでありますが、オルコック・アラビアンが先頭に立ちました。この辺りちょっと離れている7番エクリプス、9番影のまたい、フラッシュマックスであります。ご注目ください。これが極東に君臨する三大騎手の1頭、ゴドルフィン・バルグであります。そして6番オーオルド、それからスタルク・ポーラル、2番シーバード、ほとんど魔界が走ります。リレオブケイクであります。もう一度先頭からいきますと、会長に通します。14番オルコック・アラビアン、さあ前に見えるのはリーダーズ・ブリッジ、先頭がたどり着く前に柱閉じないと大変なことになります。あとはずっと下がって、これがヘクリス、そして3番目にフラッシュマックスであります。それから離されまして4番ロドルフィン・バルモ、その外オーボンド、下のコーラル、下がって6番手、そのうち2番キーバード、そのうちに1番ヒンテル、そしてその外に13番夏美ホワイトラブ、マイアリーパーク、シンガリからリーベオブテイク、これが先頭オルコックアラビアンであります。さあ第4コーナーをカーブ、クラシックディスタンスの走りは果たしてどうなるか、ニューヨークで直線の伸び足はどうか、先頭ネットとオルコックアラビアン、スタルコーラルが2番手、内から懸命にエクリプス、頑張る頑張るオルコックアラビアン、外からスタルコーラル、エクリプスが3番手、オルコックアラビアンが2番手、スタルコーラルが先頭だ、5番マーウェン・レイバーグ、マイアリー・カークも懸命に追う、先頭内田とスタルコーラル、内田飛んでいる、マーウェン・アラビアン、スタルコーラル、先頭1着スタルコーラル、やったやったやった、スーパーワールドブリーダーズカップを制しました。獲得賞金は23万倍突破。